はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちら、アシェットの週刊黒金の城マジンガー Z を作る、こちらの94、95をやっていこうと思います。はい、っていうのも、ちょっと94号がね、今までやった作業用ブリッジの反対側の組み立てと、あと、パチンってはめるだけっていう作業なんですよ。なんでちょっと動画としては内容が薄すぎるんで、94と95をまとめて、やっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたらですね、94号の作業をやっていくんですけども、94号は作業用ブリッジの組み立て2と、あとジェットスクランダーの組み立て1ということで、作業用ブリッジの方はもう片方組んでるんで、もうそれと内容全く一緒なんで、もう収録外で組んでしまいました。こんな感じで組んじゃいました。で、ジェットスクランダーの組み立てをやっていくんですけど、ドーンとこんなサイズでむちゃくちゃでかいサイズのジェットスクランダー、僕の手がこのサイズなんでね、このサイズのものが来てるので、これを2つ組み立てていきます。はい、組み立てるって言っても、もうパチッと組み合わせて接着するだけなんですよね。なので、サクサクっといきます。よいしょ、これとこれですね。よいしょ。で、両方のプラパーツで、この中にピンとダボがあるんで、これを組み合わせてくっつけるっていうだけですね。はい、これ自体には発光したりとかそういうのは何もないので、このまんまバチンとはめるだけで、一応説明書の方では接着するように書いてあるんですけど、かなりちょっと個体差あるかもしれないですけどね、僕のやつはかなりがっちりとピンとダボではまってくれるんで、もうこれで OK だと思います。こんな感じね。はい、でこれをもう1個、組むっていうだけなんですよ、作業が。なので、このままね、次の95号に行ってしまおうと思います。はい、それでは95号の作業をやっていきましょう。95号は胸部放熱板とホバーパイルダー離着陸場の組み立て、台座の組み立て14ということで、入ってる部品はこんな感じですね。ブレストファイヤーのパーツと、あとのホバーパイルダーがね、支柱の一番てっぺんのところに着陸する用の、台、アーム、と、あとちょっと台座のパーツちょろちょろっと入ってるっていう感じなので、これの組み立てをやっていきましょう。で、今回の95号に、こちら、延長号のね、グレートマジンガーの案内が入ってました。こんな感じ。全高90センチってことで、設定的にもマジンガーよりも一回り大きい、設定になってるんで、かなり大型になります、マジンガーよりも。ただ、アシェットの方に聞いた限り、こっちのグレートマジンガーに関しては、台座がつかないらしいんですよね。台座がつかないらしいので、その分マジンガーよりは場所を取らないっていう感じになるのかなと思います。はい、で何号かというと、101号から200号までの100号っていう形で、制作するっていう感じになってます。でギミックとかも、頭部とかブレストバーンが発光したりっていうのと、あと、このマジンガーブレードが付属するとか、あとマジンガー Z と握手する用の手首パーツ、ハンドパーツが付属するっていう感じになってます。はい、でちちょっと前にイベントでこのデザイナーの方が、いろいろこのマジンガー Z のことをいろいろお話しするっていうイベントが東京の方であったらしいんですけども、その会場で、僕も行ってないんでね分かんなくて、ツイッターで書いてた情報なんですけど、その手のパーツですね、手のパーツをなんとか稼働させる方向で、進めたいみたいなことを言ってらっしゃったらしいです。はい、ツイッターで見た情報なんで、真偽のほどは定かではないんですが、そういうことを言ってたらしいので、その手首のね可動指っていうのがどういう形になるのかなっていうのもちょっと注目ですね。はい、になります。そしたらね早速作業をやっていきましょう。でまずブレストファイヤーの組み立てからになるので、必要なものを全部出してあげます。この LED あとこの基板とネジは使わない、基板とあと塞ぐ用のアルミテープですねが入っているので、これらを組み立てていきましょう。よし、はい、そしたらですね、まずはこれ邪魔だから避けといて、これですね、このパーツの裏側に、この基板を取り付けてあげます。この基板はね両方とも同じものなので、そのまんまセットする感じで、向き的には、この黒いコネクターが外側に来るようにセットしてあげて、でグッと押し込むとここの爪でバチッと押さえられるはずなんだけど、えらく硬いよ。うっつ、硬った。こんなに硬い必要あるこれ。でよ、この爪をね折らないようにちょっと持ち上げてあげて、でパチンとセットしてあげる。こういう形ですね。で奥までセットしてあげます。そしたらね抜けなくなります。はい、でこの向きね、上下の向き間違えると本体につかなくなるんで、注意してつけましょう。こんな感じ。そしたら次にここにこの LED テープを貼っていくんですが、ポイントとしては、ここの角から、こういう反時計回りに順番につけていくといいって書いてます。はい、なんでとりあえずやっていきましょう。はい、で裏側にね剥離紙が、両面テープがついてるので、これを剥がしてあげて、で貼っていきます。でこれ一気に剥がすとかなり作業がしにくくなると思うので、ちょっとだけ剥がしてあげて、でこう貼り付けながら順番に剥がしていくっていう感じでやってあげるといいと思います。なのでここにこうつける。これはどの辺にあったらいいんだろうね。でこう縁がねぐるっと発光して全体がぼやっと光るっていう形になるみたいなので、これねこう合わせて、で LED があるところは曲がらないので、こんな感じでね LED の位置を調整しつつ、こう位置を合わせたら剥離紙を抜いてあげて密着させる。こんな感じでねやっていってあげると作業がしやすいと思いますね。よいしょ。どんな感じで光るんだろうな。デザイナーさんのねツイートを見てる限り、このブレストファイヤーの光り方とか形状っていうのもかなりこだわって、デザインというか設計してはったんで、多分ねこのまんま作っても問題のない仕上がりになるんじゃないかなとは思うんですけどね。この胸部放熱板、このパーツももともとは形状が違ったんですって。もともとは形状がもうちょっと平面的な形状だったらしいんですけど、違うそうじゃないって言って自分で 3D の原型を作って、でそれをアセットに持ち込んで、こういう仕様で作り直してくれって言って、直訴しに行ったほどのこだわりらしいですこの方ね本当にね Twitter とか見ててもねむちゃくちゃねマジンガー Z 愛がすごいんですよ。なので作っててもねそれを感じますよね。よいしょ。こんな感じで沿わしていくと。でこれは後で上から蓋しちゃうので、しっかりね固定できるように固定するようにしておきましょう。あれちょっと余るぞ。よろしいのか。ちょっと一周ちょっといっちゃいましたけどね。こんな感じでつけてあげたら、これで、ね、発酵テストを本当はしたいところなんですけど、発酵テスト用の基板がね、もうストックがないんですよ。全部ね取り付けちゃったんで、だからもう大丈夫だろうと信じて線を刺してあげて、で、ここが見えてると、光った時にここだけね暗くなってしまうからっていうので、ここにさっきのこのアルミテープを貼って隠してあげると。本当はねどうかなっていうところで、まあ、こういう形、説明書の指示ではこういう形なんですよ。こういう形でここにアルミテープを貼ってくださいっていう感じなんですけど、どうなんでしょうね。本当はもうこういうアルミテープ使ってここ全部、この裏側は全部封した方がいいのかなって思ってここに用意してたんですけど、よくよく考えるとね、光りすぎるっていう可能性もあるかなと思ったんで、まあ、とりあえずこのまんまいっちゃおうかなと思います。はい、でここのね、まあ、今日放熱板の表のパーツのはめ込みも接着の指示ないんですよ。なんで、まあ、最悪これ光らしてみてなんか光り方が気に食わんなってなったら、まだ開けてねアルミテープ貼ってやろうと思います。はい、なんでとりあえず今回は説明書の通りでいきます。はい、そしたら、反対側も同じようにやって次の作業に行きます。はい、で続いて、ホバーパイルダー離着陸場左の組み立て、ってことで、入ってるこの部品を組み立てていきます。でまずこのアームに、このデッキカブを組み合わせて、でここにこれをセットするんですけど、ここの形とこの裏側の形を合わせてあげてセットで、長い方のタッピングビスを使ってこの真ん中を固定ですね。これを使って真ん中を固定してあげる。これ最後までしっかり締めてあげてもちゃんと動くんで大丈夫です。はい、そういう形で締め込んであげます。そしたらね、ここにねちょっとこういうクリックが入るようになります。でこういう風にしてあげたら、このデッキ底面をここにセット。ここは一応接着って書いてあるんですけど、まあそこそこちゃんとつくんで、まあどっちでもいいんじゃないですかね。はい、それであれパーツが1個足らん。ああ、あったあったあった。はい、で、このデッキの上の底面のところに甲板って言ったらいいのかな、底面のところにこのガードっていう、まあ落下防止用の手すりみたいなやつね、これを接着はめ込んで接着してあげます。よいしょ、どこ、はい、こんな感じで接着してあげたら、この支柱にくっつくとこね、支柱にくっつくところにこのプレートをパコッとはめ込んであげて、でこれを組み合わせる。で、この向きね気をつけて差し込みましょう。でこの真ん中のピンをセットしてあげたらぐーっと押し込んで、よっ、はい、上まで来るように差し込んであげます。そしたらこれもね、ここでね、ここにクリックがある形になるんで、これで、離着陸場の組み立てが完成になります。これと同じものをもう1個作ります。はい、そしたら次、いきましょう。違う。はい、そしたら次に台座の作業なんですけど、台座のここの空いてる部分ですね、ここの空いてる部分に前やったのと一緒の同じように、このドアのパーツを取り付けて、ここをネジで固定。ここがねふにゃふにゃなんでねちょっと締めにくいんですけど固定してあげる。多分ねグレートマジンガーの方号数はマジンガー Z と一緒で台座つかないっていう感じなんでね、グレートマジンガーの方がかなり気合が入った仕様になるんじゃないかなっていう風な気はするんですけどね。はい、こんな感じで、このスポンジ、滑り止めのスポンジを、各部に貼っていきます。こことでね、グレートマジンガーはさっきの案内にも書いてあったんですけど、マジンガー Z を購入してなくても申し込みができるっていうことなんで、グレートマジンガー Z よりもグレートマジンガーの方が好きっていう方は、そっちだけ購入するっていうこともできるみたいなので、気になる方はホームページをご覧くださいということです、はい、こんな感じでつけてあげたら、これで今回の作業は終了になります。はい、であと最後ブレストハイヤーを取り付けがあるので、それだけね最後やっていきましょう。組み立て2と、高出力ロケットの組み立てっていう形になります。であとこの間のさっき言ってた、イベントで発表というか説明されてたらしいんですけども、この肘関節に関しては、このミサイルパンチの発射ギミック用の肘関節と、それと差し替える形で、30度と60度かな、30度と60度って言ってたかな、曲がった状態のプロポーション重視の肘関節がつくそうです。だからこう自由に稼働する肘関節っていうのはつかないそうです。はい、まあちょっといろいろあったんでしょうね、その保持力の問題とかいろいろあったんだと思うんですけども、そういう形になるそうです。はい、なのでちょっと肘関節はね、僕もそうですけど気にしてた人多かったと思いますんで、一応そういう形にでこの間発表されてたそうです。はい、というわけで、今回の作業は一旦これで終了っていう形で、終わりにしようと思います。ちょっとね僕のやつはもう勝手にパーツ先つけてたりとかするんで、もうこれでマジンガー本体ほぼ見た目的には出来上がってしまってるんですけれども、まだ来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。